インペリアルイースターエッグ。インペリアルイースターエッグ。英語。インペリアルイースターエッグは、金サイクシファベルジェが、宝石で装飾した金製の卵型の飾り物のうち、1885年から1916年の期間に、ロマノフアサ、ロシア皇帝アクサンドル3世、ニコライ2世に収められた、イースターエッグ50個を指す。モスクワクレムリン宮殿の武器宮殿で見ることができる。 ロシア革命後、国有資産に組み込まれながら、国外流出し、収蔵先は、ロシアの次に、アメリカに多い。その希少性からオークションで1000万米国ドル相当の、値がついたものもある、2004年時点。日本ではこれらを、ファベルジェの卵と呼ぶことがあり、その場合は、厳密には広く工程以外の注文主も含み、総点数58個、そのうち14個前後は、 所在地が公開されていない。また場合によっては、ファベルジェ風のデザインで20世紀、21世紀に作られたものを指す。皇帝のイースターエッグとして1885年、アレクサンドル三世は、金サイクシファベルジェに、初めて皇后マリアに贈る黄金のイースターエッグを作らせた。皇帝が結婚二十周年の記念に、卵型の贈り物を選んだ背景には、 皇后から聞いた少女時代の思い出があり、デンマークのおば、ビルヘルミーネ・マリーが持っていた黄金の入れ子の卵は、白い卵角からメンドリが現れ、それを開くと、ダイヤモンドを散りばめた王冠が入っていて、さらに中からダイヤモンドの指輪が出てくるデザインだったという。マリア皇后に贈られた純金製の卵は、金の素地にエナメルを厚塗りした白い角を開くと、 つや消しの黄金でできた卵黄が現れる。それが一つ目のお楽しみで、噛み合わせ式の留め金、バイオネットを外すと、スウェードをハリスに見立てた中に、色味の異なる金を数種類使い分けた面取りの像が、座っていて、面取りの留め金を開くと、中からダイヤモンドを施した、小さな定棺とルビーのペンダントヘッドが現れたと、言うが、二つとも現存しない。この贈り物は、 最初の面取りの卵と名付けられた。アレクサンドル三世は、最初のイースターエッグが大変喜ばれたことから、ピーターガールファベルジェを、皇室御用達金在庫市に任命すると、翌年、もう一つ作らせ、それから、毎年、黄金の卵は、恒例の特注品となった。やがて年月とともにデザインがより成功になっており、皇帝に細かい指示を与えられたファベルジェが自由に、 デザインス、許可を受けたと考えられる。また、ファベルジュ家の言い伝えによれば、一つ一つのエッグに必ず、お楽しみという小物が入れてあること以外、アレクサンドル三世にさえ、どんな形に仕上がるのか知らせなかったという。1894年11月1日、アレクサンドル三世が没すると、注文主は、息子のニコライ二世に代わり、妻アレクサンドラと母マリアに、 黄金の卵をプレゼントし続けた。製作はまずファベルジェ本人がデザイン下眼を承認すると、加工はマイケル・パーキン、ヘンリック・ウィグストラム、エイリク・オーガスト・コリンら歴代の職人頭が受け持っている。1904年から1905年の間は日露戦争のため卵は作られなかった。1917年にロシア革命が勃発。 二代のロシア皇帝に収めたエッグの50点目に当たるは皇帝の手元に届くことはなかった。皇帝に収めたうち現在まで伝わったものはこれを含めて44点である。エルミタージュ美術館の研究員タマラブイクドリャウゼウによるとロシア皇室にはイースターエッグの贈り物の先例がありファベルジェが制作したピョートル大帝1903年のモデル。 エリザベータ一世のモノグラムを施し時計を組み込んだデザインで制作時期は1757-1758年、制作地はパリであるという皇帝のイスターエッグの最初期の例で、その後、皇位を後継した女帝エカチェリーナ二世の知性にも、恋人のグリゴリーポチョムキンからの贈り物と伝わる、尻尾在庫の黄金の卵型の航路。 ブルール・パルファン・エル・ミタージュ美術館収蔵が終わり、この他に数例がある。ファベルジェ紹介はロシア革命までの時期に、チャーチル夫人やロスチャイルドのパリ文家、ロチルド家、1902年、ユスポフ家とごく限られた客の注文に応じ、20世紀初頭のロシアの実業家、アレクサンドル・ケルヒには7個シリーズを収めた。ロシア革命が起き、軍に囚われた。 アレクサンドラ皇后の持ち物は、ペトログラードの宮殿に残され、ボルシェビキの逮捕を免れた、マリア皇太后は、イースターエッグを密かに持ち出した。ロマノフ朝の宮殿は荒らされて、皇帝の持ち物や貴金属品は、略奪に合うものの、黄金の卵は、ピーター・ファベルジェの息子・アガトン・ファベルジェに、獄中で見積もらせた金額では、改定がつかず、数百ドルで換金されたと伝わっている。 レーニンは宮殿に残った皇室の宝物を守ろうと、ペトログラードから、モスクワのクレムリン武器宮殿にそうさせる。革命成立のおよそ1年後、ボリシェビキが、ファベルジェ商会を国有化。ヨシフ・スターリンは、外貨獲得の手段として1927年から、いくつものエッグを競売にかけさせる。 1930年と1933年には14点のインペリアルイースターエッグがソビエト連邦から流出。その時父を介してレーニンと人脈のあったアメリカの実業家アーマンド・ハマーがまとめて買い付けた。他にも宝石賞、ウォルツキから派遣されたも競り落として国外に持ち出している。はやがて、ロンドン随一の宝石賞に成長し、 ロシア革命から100年近く行方不明だったがアメリカで再発見された2014年これを買い取り個人コレクションに仲介している。皇室から同覧期に流出したイースターエッグのうち7点は行方がわからず1889年製のとの3点は写真が残った。アメリカのコレクターは1920年代から現れ始め中でも 財力と人脈により、コレクションを築いた、屈指の収集家が5人いる。バージニア州出身で皇帝のイースターエッグ5点を、所蔵したは、ゼネラルモーターズ重役の妻で大変富裕だった。ファベルジェの卵を持つきっかけは1920代に、知人の富豪アーマンドハマーに勧められたからで、ニューヨークの骨董賞を介して入手した5点とは、水晶、ペリカン、ピョートル大帝、サレービチ、 皇族の肖像と赤十字である。やがて、プラットのロシア文物のコレクションは400点長と、アメリカで最も大きくなり、1947年に死去するという遺言により創建したばかりのバージニア州立美術館、チモンド市に寄贈される。同館の収蔵品の核をなす、リリアン・プラットコレクションの内訳は、ファベル・ジェセイの宝飾品の他に、 新生ソビエト連邦政府から持ち出されたアクセサリー類家具から陶磁器にわたる。マチルダ・ゲディングス・グレー、マティルダ・ゼディングス・グレーが所有したとは、その名を冠した財団が管理している。他施設収蔵のファベルジェの卵と共にバージニア美術館の展示に貸し出したことがある。27歳の時父から食品会社を相続したは、1929年に、 ゼネラルフーズの車種となり当時アメリカ随一の女性の大富豪と言われた。所有した黄金の卵は裁判年の遺言により、マージョリー・メリウェザ・ポスト財団に帰宅、美しい庭園を一般開放する施設美術館が管理する。ニューヨークの宝石賞、ラ・ビエール・シーから1943年にお入手したは、ポカホンタス石油会社の創業者ティエリス・ミンシャルの妻。 ミンシャルが得た品は同じ年に、モスクワの骨董品店はアンティークベリットから、匿名の購入者に売却されたものの転売と考えられる。著書ザ・ストーリー・オブ・マイ・ロシアン・キャビネットに、ファベルジェを、北のリーヌと呼ぶ人もいるけれど、どんな宝石賞もファベルジェの前では、霞んでしまうと記している。1965年、宝飾工芸品コレクションを、全店を配用しゅうのに移動。 アメリカの経済誌、フォーブスの元発行人、マルコム・フォーブスは、皇帝のイースターエッグ9個を自分のコレクションに加え、さらにファベルジェ宝飾品およそ180点を所有。死後、イースターエッグはオークションで、ロシアの美術コレクターに一括して買い取られる。ファベルジェの卵は1990年代まで、ロシアを除くと、アメリカのコレクターの所蔵数が一番多く、 展覧会に出品する機会もあった。各地から借り受けて開いた例は1989年のサンディエゴ美術館と年のメトロポリタン美術館ニューヨーク市がありバージニア州立美術館リッチモンド市が企画した展覧会では帰宅品が心である。1989年アメリカカリフォルニア州のサンディエゴ美術館はファブルジェの卵26点を 各地から借り入れると芸術祭の一環で展示する。これほどまとまった数のエッグの公開は前にも後にも例がない。出品リストは次の通り。略号の M と A はそれぞれマリアフヨドドロブナ皇后,後の皇太后とアレクサンドラフヨドロブナ皇后に送られたことを示す。ファベルジェの宝飾品の展覧会を開くについてメトロポリタン美術館は グレー級像の卵の新しい持ち主マクフェリン夫妻の提供した工程のイースターエッグに合わせて、ニコライ2世、1868年から1918年の父方のおばにあたるロシア大公妃、マリア・パブロブナが、かつて持ち主だった宝飾品およそ100点と共に展示した。宝石細庫のタバコケースやカフリンクなどである。 パブロブナの財宝はロシア革命後の混乱期にストックホルムで密かに隠されてきた品々の一部である。スウェーデンの外交官がパブロブナから預かり、ボルシェビキに没収されないよう隠した地下貯蔵室を地元住民と警察が守り通したという。発見されて3年後にオークションに出品されると、コレクターが一括で競り落としたため、ロシア皇族が所有したファベルジェの宝飾品としては、 珍しく産逸を免れた。ファベルジェの宝飾品の展覧会は2011年に開かれた。この美術館はアメリカ屈指のロシア文物のコレクションをリリアン・プラットから依存され皇帝の卵5点を収蔵する。9点を数えたコマルコム・フォーブスのコレクションはその死後2004年2月に遺族からサザビーズのオークションに出される。 ところが競売が始まる前に、ロシアの新興財閥社長、ビクトル・ベクセリーベルクが代理人として全店買い取った。購入者は、ソビエト崩壊後の大富豪で、美術品コレクターである。それまで、ファベルジェが作った卵の最高額は2002年についた、冬の960万ドルだったところを、フォーブスコレクションの落札は9.1億ドルに達したと言われ記録を塗り替えたのである。 イバノフとベクセリベルクたちが計画したファベルジェ美術館はサンクトペテルブルグに開館した。2013年イギリスのテレビ局が組んだドキュメンタリー番組 BBC4 の取材に応じたベクセリベルクはインペリアルイースターエッグ9点の収集に1億アメリカドル以上を突き込んだ。明かしている。ロシア国民として国の歴史と文化を伝える貴重な品。 世界最高の宝飾品を守ろうと収集したのであって自宅に飾り独占するためではないと強調すると番組内で美術館を建てて所有するファベルジェの卵を公開するつもりだと語った2007年11月競売会社クリスティーズがファベルジェの時計と題してオークションにかけると8900万ポンドで競り落とされたこの時計は以前 1964年発行のエル・オブジェ1902図版29として載ったことがあるもののファベルジェが収めて以来実物が公開されたことはなく競売に先立って7年10月にクリスティーズが開いたモスクワの内覧会で初めてその姿を表したのだ制作は1902年エドワールド・ロチルド男爵の婚約祝いの品で時計を組み込み商事に 卵の頂点が開くと、おんどりが現れて、翼を広げる仕掛けを施してある。クリスティーズで、ロシアの美術工芸品部門をまとめるアレクシスで、ティーゼンハウセンによる、この時の競売は、当時の史上最高の落札額をつけ、世界一高価な時計であり、ロシアからの出品で初めてこれほどの高額を呼んだ。これら三つの点で意義深いという。それ以前、ファベルジェの卵についた。 最高の落札額は9600万アメリカドル。2002年に取引されたである。ロスチャイルドのエッグは2014年12月8日、エルミタージュ美術館創設250年記念の祝いの席で、ロシア政府より遺憾された。銃造式は、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンが主催、ロスチャイルドのエッグに加えて、ファベルジェの作品をもう一点送りスピーチを述べた。 エルミタージュに贈り物をしたいと思います。カール・ファベルジェ製作の時計、さらにもう一点、卵の時計、これも同じ人物の作品です。時計はかつて、アレクサンドル3世とマリア・フヨード・ロブナの成婚25周年の記念に作られ、もう一点は、ロスチャイルドのファベルジェックと呼ばれています。今後、館内のふさわしい場所に展示されることを期待します。 2015年7月時点でそのファベルジェの卵の時計は館内に展示されていない。実はこれらは美術収集家アレクサンドル・イバノフより2014年にロシア政府に寄贈されたのである。2014年12月1日付でイギリスとドイツの税務官がイバノフのファベルジェ美術館に立ち入り調査を行い、ロスチャイルドの卵をめぐる脱税問題との関係が注目された。 創業家の手を離れたファベルジェというブランドはその後も所有者を変えて2007年10月時点の継承者は再びファベルジェ家と手を組んでブランドの価値を高めたいと発表した。皇帝溶ケルヒ以外の人々に収められたもののエッグを近年の所有者や入手の経緯などで分類。カール・ファブルジェの電気、エッグクイズ、フォーラム、その他、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。